はじめましての方もこんばんは。先行のハサウェイ第2部が早く見たくて眠れない男ゆうちです。僕は2日目の夜に見に行きました。劇場版限定ブルーレイボックスがまだ残っていたので買っちゃいましたね。とまあ僕の日常を語る動画ではなく、このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。前置きはこんな感じで、今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るプラモはメタルギアサヘラントロプスです。前々から作りたいとは思っていたのですが、なかなかお店で見かけることができず入手できないでいました。そんな時、身内が見つけたから買ってきたとルンルンで持ってきてくれました。じゃあ今度作るねって言ってたら、次回作るんじゃないのって言われて今回になりました。さあ箱を開けて中身を見ていきましょう。開封するとガネーシャシタラの時のように箱の中心に区切りがあります。ちょっとヒヤッとしながらパーツを並べていくと、むちゃくちゃランナー数が多いってことに気づきました。少し舐めてました。こんなに量多いんだったらやっぱもうちょっと時間を置いて作るよって言ってたんですけどね、舐めてました。まあ開けちまったらやるしかねえっすよね。そんじゃまずランナーからパーツを切り離していきます。切り離すとこんな感じ。並べてみるとガネーシャほどではないんじゃないですかと思われるのですが、紙コップ一つ一つにパーツがぎっちり詰まっております。本当にこれを作る人は覚悟をして作るように。それではまたここから一気に組み上げていきます。組み上げるとこんな感じ。やはり全体的にでかいです。そしてさらにこいつを組み上げるとこんな感じ。いやでかいですね。でかいからこそ劇中の迫力が伝わってくるような感じで、とても見応えがあります。ですが何でしょうね、パーツのポロリがすごいんですよ。このすだちのポーズをさせるのに僕は 1,2 時間かかって、とてつもなく心が折れそうになりました。実際どこら辺がポロリするのかっていうところを可動域のチェックをしながら見ていきましょう。まずは腕から見ていきましょう。腕についている盾はすぐ取れてしまうので取り外して見ていきます。肩は肩の高さぐらいまで上げることができ、肘は二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。手首は手首の部分に一つロールが仕込まれているので少し角度をつけることができます。手は差し替えで握り拳があります。次に頭、頭は角度を変えたり顎を突き出すことができます。根元はロールになっていますので回すこともできます。顎のコックピットは開くこともできます。そしてこのカメラアイ、何でしょうね、ポロリします。腰はあまりひねることができません。頑張ってひねろうとすると腰が取れちゃいます。続いて股関節は30度60度ほどしか動きません。ポージングが少し大変です。続いて膝関節を見ていきましょう。膝関節はこれまた取れやすいんです。変形の都合上だと思うんですが、関節のところ差し込みで接続しているんです。そのせいで取れやすいですが、二重関節になっていますので結構ちゃんと曲がります。続いて後ろの武器ラック、この丸いレドームは根元に関節が仕込まれているので首を振ることができます。映像で撮り忘れてたんですが、この武器ラックが本体から少し取れやすいです。続いて反対側のレールガン、レールガンもレドームと同じ根元に関節が一つ仕込まれているので首を振ることができます。その他に2つほどロールが仕込まれているので角度調整をしていろんな角度が楽しめます。そして次にレールガンの展開、レールガンは展開した後後付けのパーツを2つほどつけて展開状態になります。ただでさえ重いしでかいしなのに、さらに重いしでかいしになりました。今日も塗装をしていくのですが、塗装剥げが怖いのでこの後は多分ずっと展開状態。変形させるとこんな感じ。この変形を見るとメタルギアソリッド1めちゃくちゃプレイしていたあの子供の頃思い出します。というわけで今日はこのメタルギアサヘラントロプスをメタルギアレックス風に塗っていこうと思います。では行こう。まずはポロリしやすい部分をパテで少し渋くしていきます。特に膝関節、なぜか肉抜きされているのでパテ埋めをしてポロリ防止していきます。続いて太ももの横についてるスタングレネードみたいな形のやつ、
これも本当にもうポロ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 取れるんですよ。だからもう二度と取れないように接着剤で固定します。続いてはいつも通り合わせ目消し。消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドからギュッと思いっきり力強く押し付け、中からムニュッと出てきた液体をよく乾燥させて、マジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに仕上がってきたら仕上げにマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。続いて溶剤で処理しづらい段差の部分をポリエステルパテを使って埋めていきます。埋めたところはペンサンダーで最初ガリガリ削っていき、仕上げにマジックテープヤスリ800番と1000番で仕上げていきます。大体の作業はこれで終了。一度水で塵などを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体的に吹きかけていきます。こいつで塗装時の腐食防止、塗装の食いつきを良くします。次にサーフェイサーエボブラックでクリアパーツ以外全てを黒く染め上げます。皆さんは劇場版閃光のハサウェイもう見に行きましたか？僕は今劇場版で買った特典ブルーレイボックスたちを開けて、中に入っていた佐々木さん朗読の閃光のハサウェイを聞いております。ゲームではよくハサウェイの声は佐々木さんでしたね。なので劇場版も佐々木さんが良かったなという心に、この朗読の CD とてもいいです。もちろん小野賢章のハサウェイも最高に良かったです。次にグレー FS36270 を使って少し黒の塗料を残しつつ塗っていきます。今回使っているグレーの色、なかなかややこしい名前をしているんですよね。前もこんな感じのややこしい名前のブルーを使ったりしてたんですが、塗料がなくなり買い出しに行くときややこしくなりそうで避けていたのですが、今回は使わせていただきました。次にグレー FS36118 を使って装甲を塗り分けしていきます。そういえば皆様はメタルギアソリッド5プレイしましたか？僕はメタルギアソリッドシリーズは好きだったので、5は発売されたと同時に買いプレイさせていただきました。ストーリーは何とも言えない気持ちになりました。ですがオンラインで人の基地に潜入するプレイ面白かったです。次にホワイトグレー FS36270 を使ってサーベルの持ち手レドームの頭を白く塗っていきます。内部フレームはミスターカラーのジャーマグレーを使っていきます。カメラだとあまり分かりづらいんですが、それなりにちょっと灰色っぽくなってるんですよね。まあよくわからないんで次行きましょう。次に GX メタルブラックを使って胸の肋骨の部分や背中の排気ファンっぽいところを塗っていきます。次に GX ラフシルバーで足の爪の一部分、腕のパイプの一部分、あとレールガンの内側をラフシルバーで塗り上げていきます。次に純色シアンを使ってレールガンの内側を青色に染め上げていきます。奥の方はできるだけ濃く塗って、手前の方は少し薄めに塗ります。そうすることでちょっと発射前のレールガンっぽく見えるかなと思って塗っております。ここから筆塗りによる部分塗装。メタリックグレーでコックピットの内部のパイプを部分塗装していきます。次にホワイトで座席部分を塗っていきます。やらかしました。今塗っているのですがめちゃくちゃ手で隠れております。
申し訳ございません。次行きましょう。次に艶消しのトップコートを全体的に吹きかけていきます。次に汚し塗装をするので、これをやっておくと塗料のノリが良くなります。それでは汚し塗装いきますよ。ブラック、墨入れグレーを混ぜたものを全体的に塗っていきます。少し乾かして液だれがしてそうなところ、汚れがよく溜まっていそうなところを追加で塗っていきます。そしたら次にエナメル溶剤に綿棒を浸らせて、液だれなどを想像しつつ拭き取っていきます。こんなにがっつり汚し塗装するのはバウンドドッグ以来ですが、まあ2回目ですからね、それなりにうまくいくとは思っております。綿棒による拭き取りが程よくまとまってきたら、次にブラックを使ってチッピング塗装をしていきます。100均で買ってきたスポンジに塗料を染み込ませ、少し試し打ちをした後、角っこを中心に塗っていきます。次にクロームシルバーでさらにチッピングをしていきます。黒でチッピングされた部分の中心部分に軽く塗っていく感じです。そうするといかにも塗装が剥げて金属が見えてる感じになります。ちょっとした内部フレームの黒い部分にはドライブラシ、クロームシルバーを筆に染み込ませ、少しティッシュで拭き取ってカラカラにしたものを使っていきます。最後にトップコート、艶消しを全体に吹きかけていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。僕の報復心は特にないですが、報復心を未来に打ち放つ。
いかがだったでしょうか、今回のメタルギアサヘラントロプス。個人的には久しぶりの汚し塗装、すごく大変でした。それと撮影の時ちらっといきなり出てきたあのジオラマ、あれは実は身内が作っております。サヘラントロプスを作る前からジオラマ作りたいと言っていたので、作ってきたジオラマとセットで撮影していたのですが、サヘラントロプスがあまりにもデカすぎてジオラマがうまく映らず、あのワンカットだけがうまく撮れたワンシーンでした。絶対ジオラマ作り楽しかったでしょうね。今度は僕もやろうと思っております。さて今日の動画はこんな感じ。メタルギアソリッドシリーズまた一からちょっとやり直したいなと思った同志翔くん、グッドボタンよろしく。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またな。